パレフの文章パレフの風景パレフは、ロシアイバノボ州にある都市型集落で、パレフスコゴ地区の行政中心地。州とイバノボと、東の虹ニにニノブゴロドを結ぶ街道の途中にある。イバノボ州第3の町州屋からは東へ30キロメートル。人口は5814人。18世紀以来、パレフは、ロシアの伝統美術工芸。 とりわけイコン策作の中心地の一つであった。1762年から1774年にかけて築かれた十字架巨境制度にはこの地の伝統的なイコンの恒例がある。1918年には装飾美術に携わってきた人々が新たな絵画政作のための組合を作り、1920年代にはイヴァンイヴァノビチゴリコフが最初の漆による 細密画、楽園のアダムをモスクワで発表した。この特徴的な様式は後に、パレフ細密画と呼ばれるようになる。細密画の発展のため、1924年にはパレフ古典会が組み合い、1932年にはパレフ芸術家協会、1953年には芸術制作工房が結成されてきた。パレフの聖堂村には大きな工場はなく、 廃業した工場などが散在する。周囲の道路の整備状況も悪い。主な産業は、細密画製作や遺恨製作などの美術工芸である。また、工芸学校があり、パレフ美術館など複数の美術館のほかパレフで活躍した芸術家を記念する個人美術館も多い。芸術家の工房や周囲の制度群も見どころになっている。ありがとうございます。